からどなたがいらっしゃるんですか。今日これから IKKO さん。あ、そうですか。どんだけ。どんだけ。IKKO さんはどんなイメージですか。リヒト。苦労人。苦労人。でも、テレビを出になるようになってよかったんじゃないですかね。どんだけ。よくワイプの中を見てみてください。別にぶつっとしてないんで一生懸命見てるそうなんですけどそうなんですけど失礼いたします。はい、失礼いたします。はい、一個です。どうぞ入りください。お邪魔します。あ、どうも。とつこさん、お久しぶりです。あら、かわいい。今日はなんか久々にあのお洋服で参りました。こちらあのちょっとあの気持ちなんですけど、あら、そんな、あのこれあの石鹸なんです。あ、ありがとう。私ココシャネル大好きで、ココシャネルと、それとあとこちらがですね、え、ね、すごい。あら、そんな、いや、あの一連でですね、1番2番ってちょっと書いてるんです、うん、これ洗顔、これ洗顔は、朝は泡を立てて洗っていただいて、夜はこうクリームつけてそのまま洗うと毛穴がきれいになっていくんで、この二通りに洗える洗顔なんです。それで、あとこう2番、3番とこう、すごい、その通りやればいいのね。わかりました。ありがとう。これ一番ないもんですけど、どうぞ。あ、嬉しい。どうぞ。あ、じゃあこちらいいですか。やっぱり気をつけていただきます。すごい重かったです。あなた、こんなの持ち上げたって。ありがとうございます。後で、はい、シャツですから。ありがとうございます。嬉しい。どうぞ。はい。今日お洋服なんです。そうなんです。もう61になって、60過ぎてから、あ、なんとなくこれからはなんかお洋服もトライしていってみようかなと思って、それでこういう昔のちょっとこうクラシックな髪の毛をちょっとやりたくって、そしたらやっぱり、あ、お洋服の方がバリエーション効くなと思って、今の子たちがなんとなくこう昔のこうなびくような頭とかそういうのが多分新鮮に感じるんじゃないかなと思ってそれで顔の面積がちょっとちっちゃくなるんでこっちにしますちょっとこう中に入っていくんで、うまくいってる。かわいいやつ。そうですか。あのコムデギャルソンのなんかスカートで A ラインなので、 A ラインって足、そうなんですよ、足が細く見えるんでね、ちょっとむくんだ時もいいけど、コムデギャルソン、コムデギャルソンのやつ。あ、そう。これもコムデギャルソンで、あら、はあ、だけどお元気ですね、いつまでも。私元気です、ね、なんか母が徹子の部屋を見てると元気になれるって言って、私もまだまだ頑張んなきゃって言ってね、おっしゃってる、言ってくれてるので、あ、嬉しいなと思って、それで今日出させていただくって言ったらすごい喜んで。お、こいくつ？88に今年になるんです。あ、そう、はい、すごいね、頑張っていただきましょう。嬉しいです、はい。だけど、達子さんって肌はなんでそんな綺麗なんですか。私何にもしてない、みんながそう言うんだけど、本当かなと思うんだけど。いや、本当に綺麗ですよね。だとしたらね、田中優子さんのマッサージ、それだけはどこにも行ってないでしょ、どこにも。あのマッサージありましたよね。マッサージ、私は、ただこうやって、ただ普通のマッサージですよ、こうやって流してこう、流してこう、それだけ。すごい、そうなんだ。私ね、綺麗、綺麗ですねとおっしゃったかね。なんかすごい、すごい、もうなんかいつ見てももう変わらなくって、なんか私もすごい勇気もらうんですよね。あなた綺麗じゃない。いや、綺麗じゃないですよ。なんかブスブスって言われて、なんか腹いやな。いや、それでなんか少しでもこう首がね長く見えるようにとか、最近は焦って、私60代の年齢に負けないように、あ、首もこう縮まらないように少し長くこう見えるようにとか、ちょっと最近考えてるんです。だけど綺麗じゃないですか、首もすべて。どうすんの。なんか姿勢で随分違うような気がして、肩甲骨にこう力入れて後ろにやって棒を下ろすようにしてるんですけど、亀さんみたいに。でも背中の骨と骨をつけるようにしてればいいですよね、きっとね。いいかもしれない。だけど本当に私、徹子さんにはずっとずっとこのまま綺麗でずっといてもらいたいなと思います。もう私たちの誇りですね。あ、いや、でももうそんなね、やってみますけど。
気まぐれ TV もすごい見てます私。あ、本当に。はい、すごい面白いですよ、あの方、高圭さん。すごい面白くって拝見させていただいてます。あの見ててこれで本番やってこれでいいのかねって言いながらやってるんです。いや、すごく面白いですよ。本当、はあ、焼肉のところも面白かったしキャンプもすごい面白かったし、あの何よりもなんか徹子さんのね、あのお衣装とかあとバッグとかやっぱりおしゃれだからそういうのを見させていただいて、うん、あーすごいなーって。私あのこの前ショップで、うん、あの買い物すごいしてたじゃないですか、うんうんうん、あの時にあのおっしゃった、あこれもあの何かね役に立つから、うん、この靴は買っとこうとかってね、うん、おっしゃったの、あさすがだなと思って。これいいと思う。これ履く？履く履く履く、それいいと思う。私なんかの上に着るのよ。これいいわ、絶対なんかになる、役に立つ。でもこれ確かにこうラインストーンが貼ってあるからこんなものさ普通ないじゃない。インナーとかにしてね使えばいいかもしれないですよね。それで工夫して、うん、あのあいろいろやってらっしゃるんだなって。だけどすごく徹子さんが着るともう高級ラインすべて見えちゃうからすごいわと思って、やっぱり積み重ねのなんかファッションをずっとやって来られた方だから素晴らしいのばっかり着てるから、あなんかやっぱりすごいですね。なんか本当に大好きで見てます。なんかすごいビューンと走ってくるのに乗ってるだったのあった？ジェットコースター。ジェットコースターそんなもん乗ってない。ジェットコースターあの多分番組ではあの多分乗ってたと思うんですよ。それはい、あ、多分番組かも分かんない。じゃあそういうのそれでカツラがバッと見ちゃうそれ見ちゃうな。ありがとうございました、徹子さん。本番もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。どうも。失礼します。どうも。失礼します。うわ、綺麗なの。こんなけ出たらよ。化粧水、乳液、ちゃんと親切に全部番号振って。そうなのよ、間違えるといけないから。洗顔、美容液、すごい、うん、すごい、これでますます私綺麗。ピコさんね、すごい肌綺麗でしたよね。うん、綺麗だった、うん、お願いします。ゲストのピコさんです。お願いします。お願いします。そうですね、私4回目出させていただいたんですけど、回を重ねるごとにやっぱり徹子の部屋って、徹子さんって日本の宝だなと思いますね。日本の宝、徹子の部屋。あの長く長くですね、このままあの続けていただいて、私あの今回4回目でしょ、5回目6回目と出させていただきたいなと思います。もう人生なんて10転び8起き、7転び8起きじゃないよ。そんな話をさせていただきます。